千姫は1597年山城の国現在の京都府京都市伏見区で生を受けました。徳川家康の孫にあたり豊臣秀吉の息子豊臣秀頼と結婚しました。豊臣家滅亡後は本多忠勝の孫本多忠時と再婚。きっかけはイケメン忠時に対する千姫の一目惚れ。本多忠時と千姫は美男美女カップルで姫路城で幸せな結婚生活を送ったと言われています。文京区の後楽園駅から徒歩圏内に伝通院があります。夫である忠時に先立たれた千姫は姫路から江戸に移り住み天寿を全うしました。そして伝通院に葬られ千姫のお墓が建てられました。